ジョン・アーノルド・ジョン・アーノルドは、イギリスの時計師である、コーンウォールのボドミンの出身とされる、アブラーム・リイ・ブレゲと親交があった。ブレゲが、アーノルドの技術を称える目的で、アーノルド製の懐中時計に、ブレゲ公安のトゥールビヨン機構を加えた時計が、残っており、アーノルド・ウォッチと呼ばれている。息子のジョン・ロジャー・アーノルドは、ブレゲの元で学んだ後、父と共に、 アーノルドサンを設立した。アーノルドサンはアーノルド親子の死後は他者への合併を経て消滅したが、1995年にスイスのラショードフォンで復活した。現在は複雑機能を搭載した腕時計を製造している。ピエール・ルロアが発明したデテント式脱震機の保存バネに置換したスプリングデテント式脱震機を発明したが、トーマス・アーン・ショートの間で、 どちらが先に発明したかで論争となり、これは今もって解決していない。脱進機の比較では、アーノルド式とアーアンショー式で、ガンギの回転方向が逆である以外全く、相違点はない。時計全体を比較した場合、理論上は、アーノルド製の方が有利であるはずだが、実際の製品は、アーアンショー製の方が正確だったという。どちらが先にせよ近代クロノメーターの完成に、 貢献したことは、間違いない。時計年表 P63。時計年表 P76。世界の特選品時計大図鑑 P100。時計年表 P69. 時計年表 P70. 時計年表 P70. 図節時計体感 P303. 時計年表 P71. 図節時計体感 P303. 時計年表 P73. 図説時計体感 P9 ありがとうございます。